出発。みんな頼みがあるんだじ。パイキングのところに行きたいんでしょ。おう。それでボコボコにしてパイ族の宝を奪い、国も支配してモンスピ界を手中に収めようって言うんでしょ。いや、そこまでは言ってないんだじ。それより聞きたいんだけど、あんたがパイキングと戦った時、あんたは何していたのよ。仲間のことは分かったけど、あんただけ無事だったなんて、まさか逃げたんじゃないでしょうね。そう思われても仕方ない。俺の甘さが仲間を犠牲にしてしまったんだち。昔を知る者として私もそこは気になっていたな。これから行こうって相手のことは知っておきたいかな。私たちもモンスターにされたら困るんだよ。長くなるじ。それにはまず俺とパイキングの関係から話す必要があるんだじ。もともと俺とパイキングは同好の死だった。毎晩のように究極のおっぱいとは何かについて熱く語り合ったもんだじ。毎晩のようにパイ聞きをして、どちらが上かを競い合ったものだったな。パイ聞き？何それ、聞いたことない。パイ聞きを知らないのか。お、胸を見るだけでサイズ、柔らかさ、弾力を当てるゲームなんだじ。俺のような上級者ともなれば、性格、年齢、性別、どんな人生を歩んできたのかも分かるようになるんだじ。性別、ポロちゃん気にしちゃダメ。そんなのどうでもいいし、聞きたくないから飛ばして。そうか。おこの競い合いが波乱万丈で面白いところなんだが、仕方ないんだじ。その後、おっぱいの探求者となった俺たちは己を鍛え、研鑽を積んでいった。そして俺はおっぱいの力を引き出し、成長させることでいつか究極のおっぱいになると考え、ついに世紀の発明パイイクを編み出したんだじ。だが奴は自らがおっぱいの力を吸う悪魔の技を編み出したんだじ。悪魔の技？それはすごく興味あるわ。その技は私にもできないかしら。サキュラちゃんは変な技を覚えたがらないで。でもあんたの考えと似てるじゃない。なんか違うの？全然違うんだじ。俺のはおっぱいの力を引き出し、やつのはおっぱいの力を吸い取るんだじ。そうなんだ。そう言われると違うかも。俺のパイイクには時間がかかるから、仲間のモンムスを集め海賊となったじ。冒険とともに仲間の力は順調に育っていったんだじ。やつは逆にモンムスから力を吸収するためにモンムス狩りを始めたじ。そして俺の仲間たちにも手を出そうとしたんだじ。そこから俺とやつとは決別し、やつは俺たちを狙い、俺たちはやつの邪魔をし始めたんだじ。そしてパイキングとの決戦の日、俺のせいで負けたんだじ。俺の二つ名は覚えているかを？変態でしょ。それは俺にとっての褒め言葉で、二つ名は天かける海賊の方だじ。そういえばそんなこと言ってたね。完全に忘れてたよ。俺は肉体を固く大きく強化し、大砲から自らを弾丸として打ち出し敵を撃つ。大砲と秘宝の力が必要だが無敵なんだじ。それってただの体当たりじゃ。そしてあの時、仲間と共にパイ族たちを退け、奴の元まで行ったんだじ。
みんなの作ってくれたチャンス。パイキングに向けて今までで最大の威力で最後の一撃となってやつを倒そうとしたんだち。ドキドキしてきた。なんか熱い展開。ボロン、私もわかるぞ。難しい話はわからないけど、最終決戦ってやつだ。だが俺はあの時、パイキングを俺が貫く瞬間に泣いちまったんだち。ん？つまり強化が解けたってことよね。俺は奴ほどおっぱいについて語り合ったものはなく、毎日が楽しかったじ。また分かり合えると思ってしまったんだじ。で、どうなったのよ。中途半端な俺は奴を貫けず、方向がそらされ、そのまま空の彼方に飛んでいったんだじ。そしてバルテにぶつかるまで空を飛んでいて、どうなったかわからなかったんだじ。え、それはおかしくないかな。パイ族とモームスが争いを始めたのは結構昔だよね。それにパイ族たちが暴れなくなったのって1年ぐらい前じゃないかな。そんなに経っているのかを。まあ細かいことは気にしなくていいんだじ。すごいな。まさか空だけじゃなく時空も飛んだのか。どこも細かくない気がするよ。さすがに時空は飛べないんじゃないかな。オットンが1年前の世界から来たってことのどこがおかしいの。きっとそのまま1年飛んでたんだよ。オットンならできそうだもん。クラレットちゃん気にしちゃダメ。存在自体謎だしね。その後は知っての通り、あの後どうなったのか、仲間がどうなったか、それを知るため旅してたんだに。だが仲間たちはあんな姿に。パイキングだけは許せないじ。奴は今度こそ俺が止めるんだじ。だから俺をパイキングのところまで連れてってほしい。一緒に戦ってほしいんだじ。よし、案内はできないが私に任せろ。パイキングには一度会ってみたかったんだ。私も行くよ。私たちはもともとモームスのために立ち上がったんだよ。借りもあるし、きっちり返しておきたいかな。パイ族の王パイキングを倒したとなれば、私の名も一気に上がるぞ。いや、倒したら私が王じゃんか。悪魔の技を持つパイキングさんを倒せば、私は悪魔としての格が上がるかしら。でも恐ろしいわこの悪魔のような考えが本当に恐ろしいわ。私もだいぶ悪魔らしくなったわね。ジュエルとサキラがやる気なのが不安しかない。私はそんな危険なところは嫌だ。ねえねえ、行くって言うけど、パイキングってのはどこにいるの？前と同じなら塔にいるはずだじ。頂上は高くて見晴らしがいい。モンスピ界すべてを見渡せるような塔なんだじ。へえ、王ってそんなところにいるんだ。王にも会ってみたいし、僕もついて行ってあげるね。やっぱ行こうかな。塔の景色が見たいってわけじゃないよ。みんなが行くなら仕方ない。みんな俺のために行ってくれるんだ。おいい仲間を持ったんだぜ。行くって言うけど、塔の位置はわかるの？迷って襲われるのは嫌だからね。それは昔と変わらないぜ。昔と同じ、この羅針盤に7つの秘宝をはめれば場所は大体わかるんだぜ。なんでそんな無駄な機能が羅針盤に。おかしくない？これはおっぱいの力に反応するんだち。だから秘宝同士は反応するし、すべて集めれば強い力の場所がわかるんだち。それじゃ
噂の王様に会いに行こうか。オットンの元仲間に任されちゃったし、付き合うよ。だからあんたも私が外の海に戻れるまで最後まで付き合いなさいよ。パルテの最後っていうと、それは伝説の海賊になるまでか。お、任せろ。俺がパルテの活躍を語り継ぐじ。それって私死んでるよね。死ぬ前に伝説を作るんだから不吉なこと言わないでよ。わかった、語り継ぐのはやめるじ。語り継がなくてもお前のおっぱいは伝説として俺の中で永遠に生き続けるんだじ。私は語り継ぐなって言ってるんじゃない。しかもあんたの中では胸だけになってるじゃん。ふざけてるといかないよ。おう、パルテが伝説の海賊になるのを手伝って、その後も語り継ぐと誓うじ。パルテ、みんなありがとうだじ。パルテ、俺が秘宝を集めた理由は話した通り、仲間がいるかもしれないと思っていたからだが、お前はなんで秘宝を集めてたんだじ？パルテにはちょっと珍しい宝石ぐらいの価値しかないはずなんだじ。大した話じゃないんだけど、聞きたいなら教えてあげる。私が秘宝を欲しい理由をね。伝説伝説って口先だけで夢ばっか見てたバカな海賊団、私のママたちの話よ。私が育った外の海ではモンスピ海ってのはモンムスの楽園で、伝説の宝があるって噂だけのところだった。伝説大好きなママの海賊団は伝説のモンスピ海に行き、伝説の宝を見つけて伝説になるって言ってモンスピ海を探していたの。だけどモンスピ海は全然見つからず、代わりに捨てられた私を見つけたらしいのよ。それで宝を見つけた、これから先はこの宝を奪われないように守っていくって、海賊は危険だからってあっさりやめて、その時の海賊の仲間みんなで村まで作って私を大事に育ててくれたんだ。はっきりとは言わなかったけど、本当はまだ旅を、冒険をしたかったはずなのに、私のためだけにみんな諦めてバカばっかり。だから私は私のせいで宝を諦めたママたちのために宝を見つけるって決めて村を飛び出した。それからママたちみたいにモンスピ海を探している海賊の仲間になったんだ。なかなか見つからなかったんだけど、オットンにぶつかって偶然モンスピ海に来れた。このチャンスを逃すわけにはいかないでしょ。私は宝を持ち帰って伝えたい。私のことを宝だと言ってくれたこと、それは間違ってない、正しかったんだよって。私を育ててくれてありがとうって。出ないと私は自分が許せない。これ以上知らない顔して生きてなんかいけない。これが私の宝にこだわる理由で、モンスピ界の宝じゃなきゃダメな理由よ。全部私のわがまま。集めた秘宝が伝説のものかなんてわからないけど、こんなの今まで見たことがなかったし、みんなびっくりすると思う。まあどうせ誰も知らないんだし、これを持って帰って本物だって言い張ればいいだけでしょ。いつもわがままばっかりで俺を変態変態言ってたのに、いいやつなんだぜ。わかったぜ。そういう理由があるなら集めた秘宝は全部パルテにやる。約束するんだぜ。はあ？やるも何も最初から私のものだって言ってるでしょ。おい、
少なくとも一つは最初から俺が持っていた俺のものなんだぜ。そうだっけ、うん、でも今くれるって言ったし、もう私のものでしょ。うん、確かにそうだが、黙っていれば可愛くけなげだったのに惜しいやつなんでぜ。そう簡単に行かせてはくれないか。こいつらはきっと王を守る直属のブラックパイ族たち。今までと一緒にしない方がいいんだぜ。さあやっちゃうよ。行くよ。こんなのどう？ブイ私か。弱くなれ。行くわ。はい。バイ。バイ。行くよ。頼んだよ。僕だね。やった。バイ。バイ。バカ。私か。行くわ。バイ。行くよ。やった。バイ。活躍するぞ。痛いぞ。バイ。行くよ。バイ。バイ。バカ。バイ。バイ。行くわ。あがれ。行くよ。はじけろ。バイ。活躍するぞ。動くな。私の番ね。頼んだよ。バイ。もう。バイ。体がうずく。さっき。待ってました。こんなのどう？行くぞ。頑張ってくれ。バイバイ。あたしの番ね。はい。切り裂け。バイバイ。バイ。体がうずくと。僕だね。はい。と。きたきた。バイバイ。バイ。パクイ。バイ。パクイや。体がうずく。はい。水増し増し。待ってました。壊れろ。きたきた。切り裂け。バイバイバイ。うれ。壊れちゃったらごめんね。いじめちゃおっと。最高の一撃よ。あら、ケーキがあるなんて。ついてるわ。あごちそうさま。おいしかったわ。いくぞ。痛いぞ。バイ。待ってました。こんなのどう？きたきた。頼んだよ。バイバイバイ。やめ。いくぞ。とっておきだ。おいで。これがスライムの力だ。
強い。やったー、倒したぞ。こんなのがうじゃうじゃいるの？相手してらんないよ。ん？この塔の形は何かに似ているんだじ。ファルテもそう思わないかを？は？こんな時に何言ってんのよ。塔なんてどれも一緒でしょ。パイ族に襲われると面倒だし、さっさと行くよ。あ、うん、分かったじ。パイ！そんな、まさかパイ族の王なのに言葉が通じない？落ち着け、言葉は通じるじ。おっぱいについて語り合ったと言ったはずだじ。こいつはそういうやつなんだじ。来たか、オットン。そしてパルテだったな。あんたのことなんて知らないんだけど、私もずいぶん有名になったもんね。これでも王だ。秘宝が集まったこと、奪いに行ったブラックパイ族が倒されたこと、ここに向かっていたこと、すべて知っていた。知っていた割にはあんまり奪いに来なかったじゃん。秘宝を集めさせてよかったの？秘宝はおっぱいの力が高いものに引き寄せられる。パイークをしなければ巨乳の確率が高い。そして最後にはセブンパイレーツの力を得た我が元に来るだろうと分かっていた。え、そうなの？秘宝を持っていたのって確か、オットンは別として、ミミィちゃん、幽霊船、リンドちゃん、ドロワちゃん、ガーネットちゃん、あとはモンスター。パイイクをする前の胸は確かに探してたのに持ってなかったリビエラ、近くにあったのに持ってなかったポロ。なんだその目は。私が持ってなかったことを納得するような目で見るな。危なかった。羅針盤を拾ってなかったら絶対に見つけられないとこだったよ。やっぱりパルテも自分が貧乳だった自覚はあったみたいだじ。なんですって！オットンのくせに生意気よ！どんの俺、パイキングめ。この俺をここまで追い詰めるとは恐ろしい。少しも驚いていないみたいだじ。お前は変わらんな。こんな時まで仲間と楽しそうにしている。自分にはできなかった。お前だって変わらず元気そうだじ。この俺の最後の一撃を受けて前と変わらずにいるなんて信じられないんだじ。それはお前らのおかげだ。オットンの仲間のおっぱいの力を吸わせてもらったおかげで以前より力が増した。見よ、我が体が得たパイ肌を。全ての攻撃を吸収する柔らかさ、弾く弾力、真に秘めた硬さ、王にふさわしい。それは元は俺のおっぱいだぜ。よくも俺の仲間たちをあんな姿にして、絶対に許さないんだぜ。モンスターになったのは副作用だ。限界まで力を失うとモンスターになるらしい。殺さなかっただけありがたいと思え。ありがたく思えって思えるわけないかな。あなたには他のモームスもいっぱい迷惑かけられてるんだよ。私はこれ以上モームスに手を出さないならそれでいいと思ってる。ここ数年おとなしかったんだ。昔のようにパイ族とモームスで仲良くやっていけるんじゃないのか。普通のモンムスには用はないな。
今の目的はお前たち、特にパルテだ。私？もしかして海から出るのを邪魔したのも私が狙いだから？人間のおっぱいの力は吸ったことがない。そしてパイークをした新たなモンムスたち全員この場で吸い尽くしてくれる。何勝手なこと言ってくれてんの。そんなことで私の邪魔をするなんて、あんたは絶対許さない。安心して、変態の王になんて負けないから。ご主人は僕が守るよ。パイキングは安心していいぞ。お前がいなくなった後は私が王となってやるぞ。パルテさんを狙うなんて悪魔の所業。やはりパイキングさんは悪魔のような方で素晴らしいわ。でもパルテさんにはこれからもお世話になる予定だから、それだけはさせないわ。お前のせいで嫌なことを知った。このイライラ晴らさせてもらうから。まさか私たちが狙いだったとは。私としたことがつまらないことを言ったな。私はこれ好きじゃないんだけど。元四天王の力と意地を見せてあげるよ。俺は間違ってしまった。お前を今度こそ倒すじ。そして今度こそ仲間を守るんだぜ。ここまで来れるほど育ったおっぱいの力を味わわせてもらうぞ。敵が来たわ。私の番ね。無駄だ、無駄だ、もんでやろう。我が手にかかれ。頑張るぞ。頼んだぞ。ファイン。待ってました。こんなのどう？行くわ。行くぞ。行くよ。使っちゃおう。待ってました。いたよ。私かしら。おかしい。頑張るぞ。弱くなれ。すぐに済む。あたしの番ね。頼んだよ。待ってました。聞いてくれる？行くわ。おかしい。見せてみろ。頑張るぞ。動くな。うわ。行くよ。無駄だ。見せてみろ。力を抜け。行くわ。はい。うわ。待ってました。私か。痛いぞ。あたしの番ね。使っちゃおう。僕だね。お願いね。ファイン。
私かしら。活躍するぞ。バーン。無駄だ。吸い尽くしてくれるわ。体がうずくって無駄だ。もんでやろう。いくよ、当たって。無駄だ。きたきた。見せてみろ。体がうずくって。いくよ、こんなのどう？きたきた。えい。無駄だ。活躍するぞ。捕らえた。うわ。もう溶けちゃいそう。ダメ。体がうずくわ。パイ族ちゃん、お願いね。パイン。僕だね。こんなのどう？きたきた。頼んだよ。力を抜け。病気だ。さあ、おいで。これがスライムの力だ。強い。吸い尽くしてくれるわ。無駄だ。いや、行くぞ。うっ。見せてみろ。きたきた。手伝ってよ。バイバイ。待ってました。こんなのどう？体がうずく。ザキュー。無駄だ。いくぞ。これで無駄だ。待ってました。無駄だ。いきゃん。いくぞ。どうだ？私の番ね。頼んだよ。
がうずくわ。あ、あれ？もんでやろう。待ってました。これ使って。いくぞ。とっておきだ。さあ、おいで。これがスライムの力だ。強い。疲れた。行くよ。キキキキ。体がうずくわ。骨抜きにするわ。無駄だ。体がうずくお関係。無駄だ。いや、行くよ。こんなのどう？行くよ。頼んだよ。体がうずく。はい。行くよ。ほいっと。えっ、うわあ、私の番ね。無駄だ。それ体がうずくわ。必殺魅了アタック。バイバイ。見せてみろ。あっ、くわ、私の番ね。手伝ってよ。はい。体がうずく。はい。待ってました。よっと。私か。暴れ。もんでやろう。無駄だ。体がうずく。待ってました。ほいっと。やめ。もんでやろう。活躍するぞ。とどめだ。おっぱいに破れたのなら悔いはない。あたしの番ね。一戦。これがあたしの実力だよ。この海に来てから、あんたみたいな奴の相手は慣れてるのよ。ゲッヘッヘ。この程度ならすぐ回復する。次は硬さも大きさも一回り上だ。ち、しつこいのも一緒か。しかもまだ強くなるっていうの？あれ、ボットンがいない？私より先に逃げるなんてずるいぞ。ねえねえ、秘宝もなくなってるよ。まさかこの状況で逃げるなんて。パイキングと同じ変態だし、私は信じられなかったんだよ。クラレットもこの状況でここぞとばかりにけなすとはさすがだな。みんな、後のことは俺に任せて、そこから逃げるんだぜ。ちょっとおっと、このピンチの時にどこにいるのよ。さっさと戻ってきて手伝いなさい。俺はこの塔の1階にいるぜ。塔に入ってから考えていた作戦があるから任せるんだぜ。ここならあれが使える。この塔を大砲代わりにして、俺がパイキングを仕留め損ねた必殺技、雨かけるオットン砲を。
バルテ、約束を守れなくてすまない。お前にやると言った秘宝は渡せなくなったんだじ。さっきから何言ってんのよ。あんたはそれやったら秘宝ごと飛んでっちゃうでしょ。これは俺が始めた戦いだじ。昔終わらせられなかった戦いだじ。だから俺が秘宝の力を、みんなの力を借りて終わらせるじ。だから秘宝の約束は果たせないんだじ。約束はそれだけじゃないでしょ。秘宝なんてまた集めるからいい。利子付きであんたに貸してあげる。私を伝説の海賊にするって約束まで破る気なの。あんたも一緒に誓ったでしょ。すまない。お前なら、お前たちなら、俺なんかいなくても伝説になれるじ。ふざけんな。何勝手に決めてんの。あんた秘宝を持ち逃げする気でしょ。本当にすまないんだじ。俺はきっと帰ってこれない。だがこの機を逃すわけにはいかない。みんなさよならだじ。海賊から、私から宝を奪って逃げられると思うな。ファルテさん、オットンちゃんを信じてあげて。本当に危険そうだから早く逃げましょう。空の彼方でも地の底でも逃がさない。絶対奪い返すから覚悟しなさいよ。このド変態が。最大の褒め言葉だじ。ハイキング、道は違えど、お前は同じ夢を抱いた真の友だった。だからお前の道は俺が立つ。おっとん。最後はやはりオットンが立ちはだかるか。我が同行の死にしてライバルのお前に倒されるなら本望だ。俺の新たな仲間の力を思い知ったか。をこれがパルテの海賊団のおっぱいの力だ。オットン、お前が羨ましかった。お前のようにモンムスの仲間たちと旅をしてみたかった。終わったの？オットンちゃん、私のオットンちゃん。干渉に浸ってる暇はなさそうだよ。塔が崩れるから離れないと。こっちだ、私についてこい。塔が崩れる中、リンドの案内、二重の意味で怖い。痛い。何よ、秘宝は失うし枯れ木は落ちてくるし、もう最悪。よかったのなんて、変態がいなくなったことだけじゃん。もうぼーっとしてないで、ご主人も早く。何か勘違いがあると思いますが、王はパイ族にとって悪いようではなかったんですよ。この海ばかりのモンスピ海で船を作るように指示し、自由人のモンムス相手に商売を成功させたんですよ。パイ族もモンムスもお互い助かって、ウィンウィンの関係ってやつですよ。いや待って待って、王の話とか始めないで。何普通に話してんのよ。あんたらって喋れたの？ええ、そりゃもちろん王も話していたでしょ。それはそうだけど、じゃあなんで話さなかったのよ。その方が可愛いからですよ。
パイ族への警戒心のなさからのパイチラの王さん。このためだけでも一緒に旅する意味があります。うちらも旅をしながらモンムスのおっぱいを存分に楽しませてもらいました。海賊は最高です。服が薄着なのがいい。そんな理由なの？しかし王は悪かった。おっぱいは吸うものではなく見て楽しむもんです。直接手を出すのはダメです。なんか力が抜けたよ。ここにも変態がいたか。あんたらは間違いなくあの王と同じ一族よ。王が亡くなったのは残念ですが、自分の欲望のままに生きモムスに倒されたなら仕方ないですよ。恨まれてないようでよかったよ。襲われたら面倒だなって思ってたし。命令とはいえ世話になったパルテさんに船を止めて意地悪して申し訳ないと思ってます。お詫びに外の世界まで送りますよ。それは助かるよ。ありがとう。ま、これからはモンスピ界だけでなく外の世界のモンムスを相手に商売させてもらいますから気にしないでください。いろいろあったけどなんとか帰ることはできそうね。私は外の海に帰って海賊を続けるんだけど、みんなはこれからどうするの？うえー、今日はいい海賊日和。また何か起こりそうな気がするね。そうだね。あの日もこんな晴れ渡った空で今まで生きてきた中で一番の衝撃だったよ。空から落ちてきた変な生き物と知らない島にたどり着いて仲間を集めて船を手に入れて秘宝を手に入れて最後には恐ろしい王を倒して幻のモンスピ界を救って平和にしたんだよ。一番が変わるほどの衝撃だったんだ。何度聞いても嘘くさいんだけどよく無事だったね。嘘じゃないってば。もうなんで信じてくれないかな。手に入れた宝や仲間たちがいれば信じたんだけどね。秘宝は王を倒した時に飛んでっちゃったし、仲間はその海でやり残したことがあるからって残っちゃったんだよ。私たちが王を倒しちゃったからね。王を亡くした一族とか他のモンムスたちとかいろいろ気になったみたい。それって平和になってないよね。パルテが王を倒したせいで混乱してるんじゃないの？そういう見方もあるかな。でも安心してよ。必ずみんなで集まってもう一度海賊をするって再会の約束をしたんだから。なんで一緒に残らなかったの？そりゃ飛んでった宝を探さないといけないでしょ。みんながやり残したことをしてる間に私が見つけるよ。それで再会を果たしてみんなでまた海賊として冒険するんだから。行くぞ。動くな。行け。僕だね。そうだ。体がうずくわ。壊れちゃったらごめんね。来た来た。フィニッシュだぜ。オッタンフォー。俺が倒されるなんて、これが私の実力だよ。むぎゅー。もう終わりか。俺結構頑張ったのに、やっぱりリンド船長には勝てないのか。お前は強くなったぞ。なのに諦めるのか。お前にできないなら私が責任を持って海賊団を潰すしかないな。でもそれも仕方ないっす。やっぱダメっす。俺は猫海賊団の船長だ。リンド船長から譲り受けた海賊団、元船長でも潰すなんて許さないっす。これ以上お前に
リンドに負けっぱなしでいられない。そうか、それだけの気持ちが持てたならもう心配いらなそうだな。え、まさかずっと試してたんですか？試してたというか、甘いことを言ってるから鍛えていたんだ。なんで俺なんかにそこまで。お前を拾ったのが海賊団の始まりだったな。適当な私の代わりにまとめてたのはお前だ。ずっと船長はお前がふさわしいと思ってたんだ。俺はただいつも必死でなんとかリンド船長の役に立とうって思ってて。リンドでいいぞ、ミュニ。私も名前で呼ぶ。お、俺の名前覚えてたんですか？まさか一人前になるまで名前を呼ばない、一人前になったから呼ぶってことですか？ああ、そうだ、よく気づいたな。拾われてからずっとお世話になりました。リンドは必ず倒させてもらいます。ああ、回復したらいつでも襲ってこい、相手してやる。ミューニー、本当は言いづらい名前で面倒だっただけなんだが、これから言えるようになっとかないとな。今日もいっぱい買い物したぞ。ジュエルちゃん何してるの？パルテに行ってなかったっけ？パイ族から船を借りる時の条件でパイ族の店で買い物をする約束なんだぞ。ごめん、聞いたことなかったよ。ジュエルちゃんはちゃんと守ってたんだね。私が約束したんだから当然だ。ちゃんと約束の分だけ買い物するぞ。私も責任あるし、一緒に冒険して稼ぐから、余裕のある分はどんどん買っていいよ。頑張ってね。おう。バイー、やった、今ある分を買い終わったぞ。ジュエルちゃんまだ続けてたんだね。そういえば約束の分ってのはどれくらいなの？そんなのわからないぞ。ショップにパイ族印のアイテムがあるから、それを全部買えば終わりのはずだ。結構適当なんだ。それって一生終わらないやつじゃないよね？バルテは心配性だぞ。可愛いパイ族たちの目を見てみろ。そんなことをするように見えるのか？パイ、見える。というより私には何を考えてるか見当もつかない。バイ、バルテは相変わらずひどいぞ。心がすさんでいる。まるで嵐の海のようにすさんでいるぞ。すさんでて悪かったね。なんかジュエルちゃんの素直さを見てると心配になるよ。パルテが信じなくても私はパイ族を信じて買い続けるからな。はーい。パイなんだなんだ、何があったんだ？もしかして約束した分の買い物が終わったんじゃないの？パイ、え、私を助けてくれるのか？おお、やった、ありがとう。ジュエルちゃんよくわかるね。長い付き合いだからなんとなくだ。ジュエルちゃんおめでとう。なんだかんだで真面目なジュエルちゃんの力だよ。パイ族に助けてもらえるとなれば、これで私をバカにするやつもいなくなるぞ。みんなには私の凄さを自慢してやる。そんなことを考えてたの？買い物したお金ってみんなで稼いだお金だし、難しいと思うよ。そうだった。私の頑張りは何だったんだ？認められてるみたいじゃん。よかったね。
そうだな、認められるっていいよな。私は嬉しいぞ。さっき手に入れたこれってなんだろう。地図かな。これはきっと炙り出しだ。ディ、内容を知るためには